慶長通り、宝慶長通報は、慶長11年に江戸幕府によって発行された銅線。日本では平安時代の校長12戦以来久しく途絶えていた、中央政府による鋳造貨幣であるとされる。千文は慶長通り宝である。千広しは大きく分けて二系統がある。一つは、大行で、文字も整った比較的良質なものであり、もう一つは小型で、 質も劣悪であり、永楽通宝から,から長らくを削除し、形状をはめ込み変造したい型を用いたと思われる、市中線である。前者は主に、江戸や京都周辺で用いられ、後者は、主として、九州方面にて用いられていた。一方で、酒井氏の観音遺跡からは、創船、民船、及び、琉球貨幣などに混じって66枚の形状通り、宝が出土しており、 慶長元年から2年頃にかけて大阪、あるいは美田線の鋳造が盛んであった、堺で鋳造されたとする説もある。また、東京都奥多摩町の日原商入堂からも30枚、出土している。当時の鋳造記録がほとんどなく、江戸幕府による鋳造を否定する説もある。だが、慶長13年に、永楽通報の使用を禁ずる法令が、幕府から出されていることから、 英楽通報に代わる、然るべき動線が存在したと考えるのが妥当であること、翌年にご定相場として、金一両イコール銀五十問目イコール英楽通報一巻分、イコール、経線四巻分の交換比率が定められていることから、この経線が、経調通報に当たるのではと考えられている。また、 これまで英楽銭の通用地域であった関東地方の戦果を経線に統一するために経線と同価値の戦果を鋳造したとも考えられる。さらに、英楽通報の使用を禁ずる法令を出したものの、計聴通り、宝の鋳造量が絶対的に不足し、英楽通報に変えるには不十分であったことから、この禁令は事実上、英楽通報の栄勘定としての優位的使用を、 禁止したものであったとの説もある一方で、この時代にはすでに英楽通報は計算化閉化して日常の取引では用いられず、取引の場では計戦四枚を英楽瀬に一文扱いで用いられていた実態を追認したに過ぎないという説もある。これが江戸幕府が発行したものであったとしても、当時の幕府は成立したばかりであり、国内最大の経済都市である大阪大幕府と、 敵対する豊臣氏が支配していたことや、全国経済の把握が進んでいなかったこと、さらに悪質な市中線も出回ったこともあって、全国的な流通には至らなかったものと考えられている。江戸幕府が全国的な貨幣統一を確立するのは、豊臣氏が滅亡してその全国支配が確立した後に発行された官営通り、宝の発行まで待つことになる。ありがとうございます。